さあ今日もね京都でアザラシ農園やっていこうと思います。今日はまずここに畝を立てて種を植えていこうと思います。まずは畝立てから。はい、ということでね、畝立て完成しました。今から種をまいていきます。巻いていくのはこちら、春菊、そして野沢菜です。春菊はよく見ると上間20から25センチで種 筋巻き筋巻きしますって書いてある。20から25センチってどれくらい、手の幅がだいたい、釣りをするなら分かっとけって話なんだけどな、何センチかわからん。まあこれぐらいでいこう。この幅、この幅とこの幅ぐらい。だからここで3畳で巻いていこうと思います。バーッとね、これでね、線を引いていきますよ。生地を掘りました。そしてここに春菊の種を巻いていっております。種巻きも意外と面倒い。はい、次は野沢菜を植えていきます。筋巻きですね。野沢菜のあたりはこういう丸い感じ。じゃあ巻いていきましょう。はい、水を巻きまして、来週ぐらいに雨が出てると動画映えするんですが、まあその辺は来週になってみないとわからない。よいしょ。で、今日はさらにちょっとピーマンとか収穫していこうと思います。はい、ピーマン収穫しました。赤いピーマンも混ざってます。ほっとくとね、ピーマンって赤くなるんですよ。知ってました？赤いピーマンも食べられるともっぱらの噂ですね。続いてシトウも取っていきます。これも数が多いんでね、めんどくさ。はい、シトウはまあこれぐらい、たっぷりだな。シトウご飯ができるぐらい。できんよそんなもんは。まあ、あのね、焼き鳥屋さんとかで頼むシトウとかね、めちゃうまだけどね、こうやってもう取り放題なことを考えるとちょっとバカバカしくなってしまう。シトウは優秀だ。夏中取れる。いや、夏じゃないな、もうすっかり秋、もう冬に差し掛かってるけども、夏から秋にかけてずっと取り続けることができます。優秀です。唐辛子もまあずっとなってますけどね、まあずっと食べるもんじゃないんですけどね。唐辛子はまああれです、このまま枯れさせて鷹の爪になるのを待ちましょう。モルヘイヤはなんか倒れてますね。大きくなりすぎて茎がベキッと折れてました。茎ブロッコリーはあんな感じ。ここにあったのを1個あっちに移植しました。もうモンシロチョウに食われすぎたんでね、青虫に。てな感じでアザラシ農園154日でした。種植えたんで今日は。ようやった。ほな。